はい、皆さんこんにちは。腕時計のある人生 RY です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は時計ライフをますます充実させる最近買ってよかったおすすめ時計グッズ4選というテーマについて話していこうと思います。3つの書籍と1つのアイテムということになっています。で、今日の内容なんですけども、まず1つ目に前回のおすすめしたグッズ10選をおさらいしていって、続いて最近買ってよかったおすすめグッズ4選、そして最後にまとめというふうになっています。で、実はですね、前回にもおすすめの時計グッズっていうのを10選紹介させていただいたんですね。こちらの動画になっています。基本セット、これさえあれば大丈夫、おすすめ時計関連グッズ10選ということで、今年の1月に公開させていただきました。で、これをですね、振り返っていくと、一つはですね、木製の時計ケース、続いてペリカンの時計ケース、そして時計用の宝飾用の手袋、それから高級セーム革、そして時計を置くトレイ、そしてクリスタルガード、アラット系、レザーミスト、タットストラップというナトーストラップ、そして、時計関連の書籍ということで、10個の時計アイテムを紹介させていただいたんですね。それぞれのアイテムのですね、詳しいレビューっていうのは、前回の動画のリンクをですね、概要欄に貼っておくので、気になる方はぜひそちらをご覧ください。で、今回はですね、あの時からですね、買ったこれ以外の時計関連アイテムということで紹介していこうと思います。はい、それではですね、時計ライフをますます充実させる、最近買ってよかった時計関連グッズおすすめ4選ということで発表していこうと思います。はい、それではですね、1つ目はこちらのですね、男と時計の物語という本になっています。で、これどんな本なのかっていうことなんですけども、実はですね、この本はもともとこちらにもあるアマン&ヒズウォッチということで洋書だったんですよね。これがですね、2017年の10月に発売された本になっています。今から4年前ですね。で、これがですね、Amazon でレビューがですね、もう2500レビューぐらいあって、しかもですね、星が 4.8 ということで、もう世界中で絶賛されている、大ベストセラーというふうになってるんですね。時計界隈の本としてはですね、非常にこう高評価で、広く認知されている本になっています。で、これのですね、翻訳バージョン、日本語バージョンがですね、最近日本で発売されました。それがですね、この男と時計の物語という放題になっています。で、これはですね、世界中の男と、そのですね、時計の物語を全部で76個収録している本になってるんですね。で、おすすめポイントをですね、4つ紹介したいと思います。1つ目はですね、翻訳されたことで圧倒的に読みやすくなったということです。こちらがですね、もともとの洋書、私はまあ前から持ってたんですけども、こちらがですね、日本語バージョン、洋書と日本語バージョンというふうになっています。で、まずこの洋書の方から見ていくと、この中はね、当然なんですけど、まあ、このようにですね、英語になってるわけですね。で、まあ、もちろんね、英語の勉強にもなって非常にいいんですけども、やっぱりね、読んでるとなかなか疲れると言いますか、読み進めるのに時間が非常にかかってしまうんですよね。なので、もしかしたらですね、飽きてしまう方もいるんではないかなというふうに思います。一方で、こちらのですね、日本語バージョンは、まあ、当然なんですけども、まあ、このようにですね、日本語になってるんですね。まあ、なので、翻訳されたことによって非常に読みやすくなったっていうのが一つおすすめポイントです。それからですね、これって読んでも楽しいですし、ビジュアルブックになっているので、こう眺めてても楽しいんですよね。まあ、このさっきの IWC のマーク15とかもそうですけど、眺めてても楽しいという本になっています。しかもですね、飾ってもいいんですよね。まあ、こちらですね、こういったカバーになっているんですけども、このようにですね、カバーを外すと、あのですね、ポール・ニューマンのデイトナが顔を出すわけですね。しかも裏面にはですね、彼の奥さんからのメッセージが書かれたドライブ・スローリーというですね、まあ、そういったヒストリカルピースがこの前面に押し出されてですね、非常にかっこよくなってるんですよね。で、この背表紙もこんな風になっててかっこいいんですよ。本当にモノトーンでスタイリッシュでかっこいいんですよね。例えばですね、まあ、今ここに飾ってみましたけど、こういう風にね、立ててるだけでこう部屋がちょっとかっこよくなるっていうか、まあ、そういった飾ってもいい時計だという風に思います。それから3つ目のいいところはですね、時計の物語性に焦点を当てているとい
という本なんですよね。実は時計の物語性に焦点を当ててる本っていうのは実に少なくなってるんですよね。で、私がですね一番グッとくるポイントは時計の歴史とか物語性なので、そういったところに焦点を当ててくれてるっていうのは非常にありがたいですし、非常に稀な存在ということで重宝しています。そしてですね、大体この手の本っていうと、もう超レアピースとか高級時計とか、有名人の時計とかばっかり、そういうのがフューチャーされがちなんですけども、こちらの本はですね、それこそ超高級時計、レアピースからですね、このようなですねスウォッチとかですね、本当にこう安価な時計にまでですね焦点が当てられていて、非常に楽しめると思います。こういった時計もあるんだとか、こういった思いでこの時計大事にされてるんだとかですね、本当にこうなんでしょうね、まんべんなくいろんな価格帯の時計、そして著名人から一般人の方までいろんな方が登場するので、非常に面白くなってます。非常におすすめの一本ですね。ちなみにこの本はですね K&B パブリッシャーズというですね出版社から出されている本なんですけども、そこのですね特設サイトがあるんですよね、この本のために。そこにですね私のコメントも書かせていただきまして、読書感想文ではないんですけども、G-SHOCK を開発された伊部さんとかですね、あと時計を作っていらっしゃる日田さんとかとですね一緒に私も並ばせていただいて、大変恐縮だったんですけども嬉しかったですね。なのでぜひ気になる方は概要欄から見ていただけたら嬉しいです。続いて2つ目はですね、100万超えの高級時計を買う男ってバカなの、というこちらの漫画ですね。これはですねどんな本なのかというとですね、2014年に発売された本で、日本の時計好きで知らない人はいないであろう、日本版クロノスのですね編集部の皆さんと女性漫画家の牧宏地さんという方のですね著書になってるんですね。でこれはですね高級時計のことを全く知らない牧宏地さんがですね、世界屈指のですね時計ジャーナリストの広田さんをはじめとする皆様とですね、いろんな時計の現場に赴いていって、社会科見学のようなことをしていって、こう時計の理解とかを深めていく、そういった漫画になってるんですね。で、おすすめポイントを4つを挙げたいと思います。一つ目はですね、まずこの漫画が女性目線で語られていて、そして時計を全く知らないビギナー目線であるということです。なので、初心者の方にも非常に分かりやすくなっています。で、しかも共感めちゃくちゃできるんですよね。私も時計を全く知らない時に、全く同じようなこと考えていたなっていう、そういった質問がですね、バンバンですね、この牧宏地さんからですね、飛んでいって、で、それを広田さんとかがですね、非常に分かりやすく解説してくれているというふうになっているので、誰が見ても分かりやすくて面白いと思いますし、しかも共感できるといった内容になってますね。それからですね、これ漫画なので、このようにですね非常に分かりやすくなって面白いのでサクサク読み進められるんですよね。どうしてもやっぱり活字ばっかりでずらーっと並べられると、やっぱりどんなに興味がある内容であっても疲れてしまうと思うんですよね。ところがですね、このように親しみやすい絵で、分かりやすく漫画になっているので、もう楽しくてですね、どん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 パラ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 進んでしまうという内容になっているんですね。なので読み終えた頃にはですね、こうしっかりと知識も定着していると、そういった漫画になってますね。これはですねオリジナルとその続編ということで2冊構成になってるんですけども、なんとですねこれ Amazon で買うと2冊買ってもですね1000円しないんですよね。これだけの良書、素晴らしい作品がですね1000円しないで買えて読めてしまうっていうので、これ本当にいいなと思います。これ買わない手はないと思うですね素晴らしい本になっているので、ぜひですね気になる方は概要欄からリンク覗いてみてください。2014年ということでおそらくですね早いもの勝ちになってしまうかもしれないですね。なので、気になる方は早い方がいいかもしれないです。はい、腕時計のある人生ではですね、腕時計のことをとにかく分かりやすく話そうというチャンネルです。そして独自の企画とか、やっていきますので、時計好きの方はもちろん時計を好きでなくてもですね、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて3つ目、ウォッチコーディネーター検定テキスト。です。これはどういった本かというとですね、サーティファイドウォッチコーディネーター CWC なんて言ったりしますけども、これをですね受験するためのテキストになってるんですよね。じゃあこの CWC 一体何なのかっていう話なんですけども、これはですね日本時計輸入協会という協会があります。この協会がですね時計販売のプロフェッショナルを推進するためにですね
2011年から、まあ、そういった販売員、時計に従事される方のですね、基礎レベルを上げようということで、導入した資格検定制度なんですね。でそのためのテキストというふうになっています。まあ、主にですね時計の販売員の方ですとか、時計の営業されている方なんかがですね、まあ、こういったものを取っていたりします。まあ、そのためのテキストですね。これのですねいいところ4つなんですけども、まあ、1つ目はですね時計の歴史、流通、種類、ムーブメント、オーバーホールとかですね、本当に時計のことを網羅的に学べるテキストというふうになっています。しかも明快で分かりやすいんですよね。でこれやっぱりちゃんとしたテキストなので、今までなんとなく分かるなみたいなだったのぼやっとしていたものがですねこうぴったりとかっちり定義してくれてるんですよね。なのでなんとなく分かるなって思ってたものがもっとクリアになる、そういったテキストになっています。まあ、例えばで言うとですね、時計の防水性で日用生活防水と、日用生活強化防水とはそういったものがあると思うんですけども、それぞれ何ができて何ができないとか、まあ、なんとなく、強化防水の方が強いんだろうなってことは分かるんだけども、具体的に何が良くて何がダメかってなかなか分かりにくいと思うんですよね。まあ、そういったものをですねこのようにこうグラフで表にして非常に分かりやすくしてくれているとかですね、まあ、本当にこういろんなことをですねきっちりかっちり定義してくれているのでいいんですよね。まあ、それからですねこのオーバーホールの実際とかですねこう写真付きでこのようにですね、分かりやすく解説してくれてるんですよね。それからですね、販売者目線の、内容も盛り込まれているので、こうなんて言うんでしょうね、店員さん目線の考え方とかが分かったりするっていうのも面白いと思います。まあ、例えばですね、梱包をどうするとか、お客様への説明をどうするとか、どういった法律があって収益化の仕組みはどうなのか、在庫はどうするのかみたいな、そういったところも書かれているんですよね。で、やっぱりこれテキストなので、全部覚えるのはめちゃくちゃ大変だと思います。なんですけども、これ一冊持っておくとですね、さっきの防水性みたいに、あそういえば防水性ってなんだろうと思った時にこうペラペラめくるとですねきっちり教えてくれるので、これまあ読み込まなくてもまあ半ばですね参考書とか、辞典的にですね家に置いておくと非常に役に立つんではないかなと思います。まあ、もちろんですねこの CWC 受けてもいいと思うんですけども、受けない方にもですね非常におすすめの一冊というふうになっています。そして最後こちらはですね本ではなくてアイテムです。こちらです。エルメスのマウスパッドになってます。でこれどんなアイテムなのかっていうと、まあ、エルメスのですねレザーでできたマウスパッドになってるんですよね。この横が25センチ、縦が 20.5 センチというサイズ感になっています。でカラーはですねルージュ、焦げ茶色、それからこのネイビーブルーの3色展開になってるんですね。でこちらですねこのようにリバーシブルになっています。明るいライトブラウンとネイビーブルーというリバーシブルになってます。でこれのおすすめポイント4つなんですけども、1つ目はですねこのように完全にフラットになっているので時計を置いて取り出しやすいという風になっています。私はですね以前このようにこのニトリで買ってきたこういったトレイを使ってたんですね。なんで時計をですねこうやって置いて取り出す時にこうフラットじゃないんでこの縁があってね、まあ、それはそれで安定性あるんですけどもちょっと邪魔くさかったんですよ。ところがこれは完全にフラットなので時計を取りやすいし置きやすいんですよね。それからこのレザーがですね 3mm もあって非常に肉厚になってるんですよね。でしかもこのようにですねこう非常にしなやかで上質感がものすごいんですよね。さすがエルメスのクオリティだなというふうに思います。もうめちゃくちゃ肌触りが気持ちいい、上質感漂う1枚というふうになってます。でそれからですねこのエルメスのロゴがですねさりげなくこう真ん中に穴が開いていたりとかですね、この白のステッチとかがですねこう非常におしゃれだなというふうに思います。本当にねこの上に時計を置くとですね時計も映えるなというふうに思うんですよね。毎日のですね時計磨きの時間をより楽しく上質にしてくれる一枚というふうになっています。まあ本当にですね時計 QOL、爆上げの商品というふうになってますね。マウスパッドなんですけども私は時計を磨く時の置き場として利用しています。はい、いかがだったでしょうか。ということで今回は最近購入したおすすめの時計グッズ4選ということで紹介させていただきました。もう一度まとめると、1つ目はこの男と時計の物語、そして100万円超えの高級時計を買う男ってバカなの?という漫画、そしてウォッチコーディネーター検定のテキスト、そしてエルメスのマウスパッドという風になっています。それぞれですね概要欄に商品のリンクを貼っておきますので気になる方はぜひそちらをご覧ください。
もし今日の内容が面白かった、役に立ったという方はぜひ高評価とチャンネル登録していただけたら嬉しいですので、よろしくお願いします。それではまた。ありがとうございました。